リッキンソニアシクロメデューサエディアカラ生物群、またはエディアカラ動物群、エディアカラ化石群は、オーストラリア、アデレードの北方にあるエディアカラの丘陵で大量に発見される生物の化石群を指す。1946年にオーストラリアの地質学者、レック・スプリックにより発見された。肉眼的に確認できる、生物化石が多量に出るものとしては最も古い。 時代のものであり、サキカンブリア時代の生物章を示すものとして数、少ないものである。エディアカラ生物群は、約6億から5億5千万年前のサキカンブリア時代の生物の化石と推定されている。同様の化石は、カナダのニューファンドランド島やロシアの八海沿岸などでも発見されている。多くの動物とされる、生物化石が出るが、いずれも殻や骨格がなく、 柔ら組織だけでできている。本来、硬い骨格を持たない生物は、化石として保存されることが稀であるが、エリアから生物群では、このような生物が数多く見られる。これは泥流などによって、海底に生息していた生物が一瞬にして、土砂中に封じ込められたためと考えられている。また、柔らかなマット状になった微生物の集合体の上を、 大きな生物が移動した痕跡らしきものも確認されている。この生物群には、クラゲ状のネミアな楕円型をしたパンケーキ状のリッキンソニアをはじめ、直径数十センチメートルにも及ぶ、多種多様な軟体性の生物が見られ、地球最古の多細胞生物ではないかと考えられている。多様なものが見られるが、一つの特徴はそれらがかなり大きいことで、 カンブリア紀の化石群であるバージェス動物群やスミエ動物群の構成種の多くが数センチメートル程度であるのに比べて全体に大きい。また、そのいずれもがごく薄い体をしていたらしい。2020年になり、エディアから生物群の生態を流体力学から探ろうとする研究が発表された。上記のように、この生物群の発見はスプリックによるが、 それまで全く知られなかったわけではない。この地域には、アデレード類層群と言われる先カンブリア時代から、カンブリア期にわたる地層があり、アデレード大学を中心とする研究が行われていた。1922年には、同大学のエッジワース・デイビッドがこれに類する化石を発見した。彼は、同大学のティラードと共同で調査を行い、さらに多くの化石を発見した。 しかし彼らはそれらをカンブリア紀のものと判断していた。これらの発見は当時同大学の学生であったスプリックの興味を呼び、1946年、彼は友人と共にアデレードの北約3 0 0キロメートル付近エディアから丘陵へ化石採集に出かけ、いくつかの化石を発見した。この時、彼は自分の発見した化石の地層が 古廃類の出る地層の下であると判断し、それらの化石が先カンブリア時代後期のものであり、最古の化石との信念を持った。ただし当初は、周囲や指導側の理解がなく、彼の判断は認められなかったが、彼の信念は変わらず、卒業後も地質調査の仕事の傍らこの化石群の研究を続け、1947年に最初の論文を公表、これを機に、 この化石産出地は保護区に指定された。1959年にはこれを先カンブリア時代のものとする論文が国際史で認められ、広く注目を得ることとなった。後に、同時期の類似の化石は世界のあちこちで発見されるようになり、現在では20箇所以上が知られている。中には、アフリカのナミビアのように、それ以前に発見されていたことが判明した例もある。 これらの生物が現在の生物の分類に対してどのような位置づきにあるのかはよくわかっていない。最古の多細胞動物と考えられている。発見者であるスプリックを含むオーストラリアの研究者はそれらを現在見られる動物群の最も古い祖先とみなして分類した。他方で進化の形成過程の中で途絶えてしまった即死であり、それ以降の生物とは全く関係がないかも。 知れないという見方もある。その極端な例では、アドルフ・ザイラッハーは、動物界や植物界などとは、独立した、ベンド生物界という分類階級を、エディアから生物群に与えることを提唱した。後に、ザイラッハー自身が、ベンド生物界は取り下げた。2000年代後半には、エディアから生物群に属するいくつかの生物は、従来カンブリア期に入ってから突然出現したと、 考えられていた動物群の直接の祖先であるとされるようになってきている。エディアから生物群は地球全体が氷に覆われていた時期の直後に出現し、その大部分がカンブリア期の始まる前に絶滅した。バージェス動物群に見られるアノマロカリスやオパビニアなどの大型捕食動物の出現とともに、カンブリア爆発の際には硬い外骨格をまとった。 動物が多く見られるようになった。エディアカラ生物群は新たに出現した捕食動物に捕食圧を受け絶滅したとも言われている。また、環境の激変が起きた可能性への指摘もある。VC 協会も参照。原生代の末期にあたり、ベンドキまたはエディアカラキとも呼ばれる。それらのほとんどは塩梅系のもので、彼はクラゲ型生物と呼び、 他のものはミミズ型虫や節足動物に似ており、分類不能のものもあった。ロシアの八海沿岸、ニューファウンドランド、カナダ北西部、ノースカロライナ、ウクライナ、中国など、どこでもおよそ6億7000万年前から最前期、カンブリア期までに現れる。ありがとうございます。